こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第19回2013年5月1日頃配信予定号です中根です19度目ましてインフォアクションの植木です FC0 山本泉です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、えー、今日もクリッピングの方から進めていきます。2013年4月18日に配信したアクセシビリティキャンプ東京がホームページを解説ということで中根さんお願いします。はい、<laughs> なんで笑ってしまいますね、これは。<laughs> 前,前回に引き続きですね。はい、前回、あの、散々。ちょっとね、ディ、えー、スってしまいました、ね。ディスったわけじゃないです。あの、 えー、まあ、感想を述べた。のうん、愛の持ち。本当に。まあ、<laughs> 愛するがゆえに。本当に。<laughs> まあ前回ご紹介しましたアクセシビリティキャンプ東京なんですけど、その場でもいろいろ意見が出ていて、その場というのはその前回のイベントですね。えー、イベントの際にもいろいろ参加者から意見が出ていて、まあ、まずはホームページをちゃんと作った方がいいだろう,ってそうで過去の、えー、アーカイブを残して、 それから、えっと、今後の予定とかもちゃんと、え見せていくと。今まで Facebook ページでやってたんですけど、Facebook ページって、やっぱり結構見逃してしまうケースが多いので、え良くないっていうことは、やっぱりその当日の参加者も言ってたんですけれども、そういうこともあって、ページが新しく作られましたということで、これでもう少し、えイベント情報とかがしっかり出てくるようになるんじゃないかなという期待がされますね。はい。 はい。で、あと、まあちょっと面白いのは、今回、このページ作るのに、あの、GitHub を使って、えっと、有志で、なんか、寄ってたかって作るみたいなモデルなので、これはちょっと面白いかなと思います。結構これ、過去のイベントのアーカイブもちゃんと、そうなんですよね。残ってるというか、ちゃんとリンクいっぱい、あのー、ブログ書いた人のリンク、そう,そうそうそう。とか、あるんで、結構これは参加できなかった人もちゃんと、当日の様子が追えますし、うん、あと僕知らなかったのが、 YouTube チャンネルあったんです、ね、あるんです、あるんです。うん、そう。知らなかった。あの、フェイスブックをた、のページをたまに見に行くとあ、あの動画アップしましたみたいなの出てるんですよね、確かにね。あー、そっか。なので、多分それなんだけど、フェイスブックにあるとどうもやっぱり、あの、まとまって見られないんですよね。どうしてもその投稿した順になっちゃって時系列になっちゃってるから、はい、あの、アーカイブをまとめて、えー、見るとかっていう感じじゃなくなってしまうので、やっぱりこういうふうにまとまってた方が、 使いやすいですよね、情報としては。あとちゃんとツイッターのアカウントもあると。うん。その存在も前回まで知らなかった人がほとんどだったっていう。<laughs> 私知りませんでした。<laughs> 私知りませんでした。そして毎回、ゥギャッたりとかもされてたんですね。そうですね。とギゃッたまとめも。はい。非常に。<は>い,いいですよね、こういうふうにちゃんと言われるとね。<はい S 1> うん。とりあえずもうすでに次回の予定はトップページに 公開されていて、6月14日7時からということだけが決まっているので、あとは前回同様当日にテーマが告知されないことだけを。<laughs> そうですね。当日はないだろう, <laughs> もう。当日はちょっとよろしくない。そうですね。愛の道を振るといたんだ。そうですね。1ヶ月前には。1>, 1ヶ月前とは言わないけれども、まあ、もうちょっとね。なんだろうです、ね、で当日よりも前にちゃんとテーマが発表されたら、うんあの、クリッピングの方でも取り上げようと思います。 2013年4月24日配信されたウェブアクセシビリティ基盤委員会 w a k クスキップリンクに関する意見募集の結果を公表ということでこちらも中根さんお願いします。えっと、1月頃ですね、1月の初めから、まあ、あの、1月いっぱいですね、あの、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が スキップリンクに関する意見募集というのをやっていてでその意見募集が始まった直後ぐらいですかねえっとビジネスアーキテクスの太田さんをゲストにお迎えしたポッドキャストをお送りしましたけれどもえっと詳しくはまあ第11回のポッドキャストを聞いていただけるといいなと思うんですがいわゆるそのスキップリンクと呼ばれている手法ですねえページの一番最初のところにリンクを1個置いといてでそれをクリックすると本文の先頭にフォーカスが移動するという 仕組みですけれども、まあ、これに関する意見募集というのを、えー、していたんですね。で、Web Accessibility 基盤委員会としては、もうこれは、その、絶対に必要なものではないんじゃないかという方向での見解の変更をしたらどうだろうかという考えを持っていて、それに対する、まあ、意見を募集したということです。で、今回は、その、寄せられた意見、 えー、まあ全部で3件寄せられたんですけれども、寄せられた意見との内容と、えー、それに対する、ウェブアクセシビリティ基盤委員会の考えですね。えー、これをまとめた文書が公表されましたよということで取り上げてみました。まあ、詳しくは、えー、と公表された文書と、それから、えー、クリッピングの記事の方を見ていただければと思うんですけれども、えー、賛成、もう、あの、必要ないんじゃないのっていう,いう答えが、まあ一つと、まあ あの、必ずしも必要ではないかもしれないけれども、ええー、全く不要ではないという意見が一つと、やっぱりあった方がいいっていう意見が一つ。で、それぞれについて、まあ、あの、さ、完全に賛成って言ってるだけのものに関しては、考え方も何もないので、ええー、特に、えっと、委員会としては何も書いてないんですけど、残りの二つの意見に関しては、委員会としてどう考えているかということを示してみました。という、ええー、そういう内容ですね。植木さん、いかがですか はい。皆さんご機嫌いかがでしょうかウェブアクセシビリティ基盤委員会委員長の植木でございます。イえー、リンク先をご覧ください。<laughs> そこに全て書いてございます。<laughs> っていうかまあ、あれですね。<laughs> あの、別にスキップリンクをつけることを別に否定するとかではなく、まあそれをつける,つけるならつけるでいいけども、 このシングル A の、東急シングル A の達成基準7.2.4.1を満たすのに必須ではなかろうということですね。そうですね。あってもいいけどなくてもいいんじゃないのっていう方向で考えてるということですね。そうですね。今まではまあないとダメっていう感じだったわけですよね。見解としては。あればあったでいいし、まあでもなくても、うん、シングル A の達成基準を満たすことができると考えていいんじゃないかと。 ここういういところですねそうですね。はい、モアベターな感じですか、うん、まああればっていうことですね。で、えっと、クリッピングの方にも書いてあるんですけれども、まああとその公開されている文書の方にも書かれているんですが、えー、今回寄せられた意見をもとに、最終的にその見解を本当に変更するのかどうかっていうのが今後検討されて、で、えー、次回、アクセシビリティサポート情報というのが更新されて公開されるときに、えー、この件についても見解の見直しをするのであれば、 そのタイミングで多分発表されるることととになだだろうといういい感じだと思いますまあ,あの W3C のドキュメントなんかを読むと画面を見てキーボードだけで操作をしている人にとって必要だっていうことが書かれてるんですけどもそ,のそういう人たちからこれがないと本当に困るんですっていうような声がやっぱり,やっぱりこの意見募集しても聞こえてこなかったっていうところがあって。 で、まあ、えっ、ー、と、太田さんが来た時にも話出たかもしれませんけど、ブラウザーもそういう機能を、えー、提供していない。まあ、聞いてみると、ユーザーからそういう声が上がってこないからっていうのがあって、果たして本当にコンテンツ側でつ、えー、ける必要があるんだろうかっていう、そこがやっぱりなかなか、やっぱユーザーの声が必要だという声が聞けない。 そうですね。あと、ま、あ基盤委員会の方でも、その、実際に、え、キーボードというか、え、マウスを使えないユーザーの、え、使っている様子、ウェブを閲覧している様子とかを、ま、見せていただいたりとかもしてるんですけど、やっぱりこういう機能が必要だとは思えないなっていうような話も出ていたりして、もう少しやっぱりユーザーに関する情報は必要だなというところはありますね。そうですね。ま、あそういう意味では、あの、前回お話聞いたのは、えー、 スイッチ。はい。っていうやつを使って、まあ、画面を、こう、何ですかね。えー、順番に。スキャンするっていうようなう。<laughs> まあ、オースクリーン、キーボードを使う。そうですね。ですねでまあマウスエミュレーターをこう使っているような感じだったんで、まあ、なおさらそうだったんですけど。マウスエミュレーターって何ですかえっと、マウス操作のようなことができる、え代替手段。代替手段。手段例えば、 その時僕が見たのは、スイッチを押すだけだけ画面上、例えば、えっと、上、右、下、左って、こう、順番に点滅するのに、なんかこう、インジケーターがあって、で、下に行たたいと思ったら、下のところでスイッチをカチャッと押すと、その、下が点滅されて、で、ずっと長押ししてると、ズル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 。ずっとスクロールされたりとか。画面がスクロールしていくみたいな。へぇー。とか、文字を入力する時は、こう、相上を書きっけ、こう、指しすそって、縦に1行ずつ、 文字盤みたいなのが並んでてで、それが順番にあ行、か行、作業っていうのをこう点滅していくんでか行だったらか行のところでカチャっと押するとか行は選択されてで,で、今度か、き、く,く,く、け、こうっていくからく,<と>くって言いたかったらくのところで今度カチッってるとくが導入される<ー>そういうのを使っている人だったんですけどねだからまあ本当によく言う まあ、スティックを口に加えてキーを一個一個押してるような人とかにはまだ話聞けてないので、えー、そういった方はちょっと見つけてさらにお話も聞いた上で判断できればいいかなと思ってますあでもそのいろいろな入力デバイスを実際私もいつか見てみたいいですいやーなんかね動画を配信することを前提に取材に行くとかっていうのはやった方がいいかもしれないですね。 まあ、あの、来てもいいよっていう方がもしいらっしゃれば、ほいほいと行きますので、ご連絡をお待ちしています。<laughs> ほいほいそんな身軽なんですか。2013年4月27日に配信されました。国立印刷局、紙幣の識別をするための iPhone アプリを年内にも提供。ということで、こちら、中根さん、お願いします。はい。えっ、ー、と、財務省と日銀と、それからまあ国立印刷局、まあ、お札をすすってるところですね。が、えっ、ー、と、 プレスリリースを出していて、で、印刷局、国立印刷局の方が、えー、主体となって、この iPhone 用のアプリを開発しているということのようです。で、えっと、まあ、報道発表資料を見ると iPhone とは書いてないんですけど、携帯ウォッチの報道を見ると iPhone だって書いてあるんですね。で、えー、携帯ウォッチの報道には、まあか、担当者の話として、えー、可能かどうかはわからないけど、Android でも、えー、提供したいというような、えー、コメントも紹介されていました。 で、えっと、まあ、具体的には多分その、えー、カメラ、iPhone のカメラで、えー、お札を写すと、1000円、2000円とかいう、まあ、2000円あんまり見ないですけどね、えー、いうようなことを言ってくれるものが出てくるんだろうな、ということが予想されています。で、えっと、似たような取り組みとしては、えー、アメリカの財務省が、え iNote という、 えー、無料のアプリ、iPhone アプリ、アプリを配信していて、これはベドルに特化していますけれども、そういうのが、えー、識別ができるものがあります。それから、クリッピングの方には、えっ、ー、と、日本円に対応していないので紹介しなかったんですけど、ルックテルマネーリーダーというのがあって、えー、これは6種類ぐらいかな、の、えー、国の、えー、紙幣に対応した、えー、やはりその、識別をするためのアプリが、 あってこれは有料ですね。で、えー、と記事の方で紹介したのはマネーリーダーっていうまた別のやつで多分これ韓国の会社が作ってるんじゃないかなと思われるんですけどちょっとそこのところが、えー、よく分からなかったんですけれどもこれは日本円とか、えー、韓国ウォン中国元タイバーツ、えー、US ドルかな,なんかそれぐらいに対応してるやつなんですね。えー、っていうのがやはりこれも有料ですけれども、えー、ありますと。 いう感じですね。で、えっと、やはり記事にも書いたんですが、お札、日本のお札の場合はですね、えっと、長さがまあ一応、長さというか、幅で、横の長さですね、が、えー、1000円、5000円、1万円は5ミリずつ違うので、何枚かあれば、えー、サイズを比較することによって、まあ判別することができると。 ただ2000円札っていうのは5000円札よりも1ミリ短いだけらしい <laughs> で。2000円札って僕生まれてこの方まだ2回ぐらいしか見たことがないんで、ちゃんと、ちゃんと比較したことないんですけど、さすがに1ミリだと、ね。わかんないですね。誤差ですよね、ほぼね。そう。1ミリ。あの、診察とかで、あの、平らなところでちゃんと揃えればわかるんじゃないかと思うんですけど、そうじゃないと厳しいだろうなって気がする。2000円札は確かに判別不可能かなっていう気がするんですね。で、あと一応その、 えー、触ってわかるような識別マークっていうのも付けられてるんですが、これがなかなか癖物でして、えー、ちょっとよくわからない。で、特にそのお札が流通して、だいぶくたびれてくると本当にわからなくなるという問題もあるので、まあやっぱりこういうソリューションっていうのは、えー、ないよりはあった方が随分いいだろうなという感じはあります。で、ただまあ例えばそのアメリカなんか、 だとそうなんですけれども、アメリカ、カナダがそうですけれども、えっと、どの研修、どの、まあ、え、学のお札も同じ大きさの国なんかに比べれば、まだ、そう、こういうものの必要性ってそんなには高くないんだとは思いますけれども、やっぱりまあ、え、こういうものがあった方がいいし、それを、えっと、国がちゃんと率先してやるってことに意義があるかなというふうに思います。あの、この記事を読んだときに、一番最初に私が思ったのは、 めんどくさって思ったんですよ。あの、はい、わざわざ、その、お札を iPhone とか携帯のカメラで撮って読み上げるっていう、こう、フローとして、っていうのがあって、で、それ、その手間っていうのはあまり感じないってことですかえっと、まあ、それは何と比較してめんどくさいかっていう話で、例えば今どうしてるかっていうと、はい、 え、まあ、ここは人によりますけれども、当然。ある程度まとまった枚数のお札があるときに、うつとかそういう出かける前とかに、えっと、長さを比較して、財布の中で、まあ、入れる場所を変えたり、折り方を変えたりして、え、区別して入れるわけですよね、はい。で、その上で、外ではまあ、それ自分のやった整理方法に従って、え、まあ、あの、入ってるわけだから、財布の中には。で、えっと、特に確認せずに出しますね、大体。 で、えっと、この長さを比べて整理する、えー、仕分けるっていう作業を iPhone でできるようになるっていう部分なので、その、例えば、えっと、1万円札、5千円札、1円札って三1枚ずつあればさっきも言ったように長さの比較で分かりますけれども、1枚しかなかった時にはどうしようもないわけですよ。比較する対象がないから。はい、まあ、メジャーで測ればいいかもしれないけど。で、えっと、そういう時に、えっと、iPhone でパッてやれば、1000円とか言ってくれる。 わけですよ、ねはい、だからまずその基本的には使う時にこれを使うというよりも iPhone のアプリを使うっていうよりもあのー、お家でそういう整理をする時に使うなるほどなのでえっとそれが今よりも正確にできるようになるわけですよね、うん、長さだけじゃなくて他のそういうものにも頼れるわけだからあとはお家でそうやるとやっぱり あの、お札をなすぐに写真撮って言ってもそんな手間じゃ確かにないですね。うん、まあ、うちでやるや、やっぱりね、外でやるのは厳しいかなと思いますよ、すよね、それは。私が、この記事を読んだ時の、えっ、ー、と、利用シーンって外だったので、だって面倒くさいな、であれば、えー、そういう iPhone アプリに頼るんじゃなくて、はじめからお札をもっとわかりやすいお札にすればいいのにとか、うん、そっちを印刷局の人はやればいいのにっていうふうに思ったんですね。うん、にえっと、まあ、それは、えー、っと、 この報道発表資料を見ても書いてあるんですけど、長期的な流れとして、長期的な目論みとしては、やっぱりその、もっとわかりやすいものにしたいっていう考え方があるわけですよね。それから、えっと、ツイッターの反応とか見てても、そんなことするよりもわかりやすいものにしろとか、あと、そんなことするぐらいだったら、キャッシュレスな世の中を実現しろとか、なんか、的外れなことも書かれたりすると面白いんですけど、とか、あと、あともう一個面白かったな、面白いなと思ったのは、もうすでに民間で作られているものは何で国が作るんだっていう、 いのもあったりして、まあ、いろんな反応があって面白いなと思ったんですが、で、えっと、まずですね、その、うん、長期的に見た点はそうしたいと言って、印刷局も局とか、日銀とかもそうしたいと言っている、その、えー、より分かりやすい方向へっていうのは、まあ、これは当然そうだと思うんですね。で、実は、その、えー、お札を触って識別できるマークっていうのが、えー、っと、今のお札に変わった時にちょっと分かりづらくなって、 だなと個人的にはんえっと一番初めにそういう識別マークが導入されたのはあの一万円札が聖徳太子から福沢諭吉に変わった1983年かなとかそれぐらい80年代の前半ですね。でこの時はえっ、ー、とお札の左下に比較的分かりやすい特に新札だと結構はっきり分かるような点というか紙が盛り上がったような。 あ印がついてたんで,、ねでえっとまあ、1,000円5,000円1万円、まあ、2,000円もそうなんですけれどもであの点の配置とか数が違うっていうので見分けられるようになってましたでところがこれが、えっと、紙の,その盛り上がりっていうののせいで自販機とか ATM とかで誤動作の原因になりやすいっていうようなこともあったようで,うでそれで2004年かなまた今のお札に変わった時に。 あの、印刷するときに盛り上げるっていう、紙じゃなくて、まあ、インクを盛り上げるような感じですよね。の、その、えっと、点じゃなくて線上のものに変わったんですね。で、これが本当になかなかわからない。うん。っていうことはあったりもします。 で、えっと、あと今回その報道発表で言われてたので、ちょっと興味深いなと思ったのは、五千円札に限っての話なんですけれども、左下にあるフォ,、えっと、フォログラムのところ、あまり皆さん気にしたことないかもしれないですけど、うん、触るとちょっとそこ、ツルツルしてるんですね。<ー>で、そこのつ、要するにツルツルの部分の大きさと形状を五千円札については変えますよということを書いてあって、なので、まあ、あの、そういうふうに、ちょっと分かりやすい方向にもいく,いくのかなと思っています。 であとはちょっとそのさっき言ってた、えっと、なんでそもそも民間でやってるものを国がやっていう話なんですけど、うん、一見正しい意見のようにも聞こえるんですが、僕はこれは、あの、国がやることに価値があると思っていて、つまり民間だといつやめちゃうかわかんないわけですよね。うん、そこが潰れてしまったら、えっと、会社が潰れてしまったりするとも、そのアプリが使えないとかっていうこともあり得るわけで、国がこういうことをちゃんと、えー、しっかりやっていく、取り組んでいくっていうことがすごく重要だと思っています。それから、 あともう一つはですねお札がいくら分かりやすくなっても外国人旅行者の視覚障害者には分かんないんですよ初めて来た国のお札なんていうのはなのでそういう人たちにもちゃんと情報提供するっていうだからこれなるべく多言語対応にしてほしい少なくとも英語には対応してほしいなと思ってるんですけれども誰 で、あの音声合成があって。いや、そ、そんあんまり英語なまりの日本語の音声合成って聞いたことない <laughs>、ね、<laughs> その辺はちょっとあって、だ例えばね、その、えっと、イギリスのお札なんていうのは、えっ、ー、と、大きさがちょっと違っているので、えー、イギリスに住んでる資格障害者って多分わかるんですけど、僕は行っても全然わかんないですね、いつもね。大変に困るんです。で、あと、オーストラリアなんかは、えー、っと、まあ、なんか、プラスチックなんですね、お金が。えー プラスチックの薄いプラスチックフィルムみたいななのでなんか紙と違って破れないし濡れても大丈夫みたいなやつなんですけどでそれでちゃんとエンボスみたいのがしてあってえ触ればわかるらしいんですけれどもやっぱり僕は <laughs> 行ってそんな23日いるだけとかだったから今まで行ったことがあってもそん,そんなんだとやっぱりさすがに覚えられないっていうか覚えてる暇もないっていう感じになっちゃうわけですよね。だから そういうことを考えてもやっぱりこういうものの存在こういうアプリとかの存在っていうのは重要かなというふうに思います。なんか3月にタイで新しい紙幣が出るっていうので 20,、うん、20, 20バーツの新しい紙幣には展示の展示で数字の2を示すように2つポツポツがついていてで見た目はそれが花の形。うん になっていいるらしいんです写真もあったんだけど、えー、そういう工夫をしているる国もあるみたいですねだからそのお札につ,くつけるのってやっぱりそのオーストラリアのプラスチックのケースは摩耗しないので紙と違って楽だと思うんですけどす、ね、だけど紙の場合はやっぱり摩耗しちゃうのとシワクチャになっちゃったら分かんないのと確かに。 で、普通の天井を打つような感じの点だと絶対もうすぐ潰れちゃうから絶対ダメなわけですよね。で、穴開けてるようなもんなので、あれは。で、盛り上げるって言っても、やっぱり難しくて、これはなかなかそう簡単じゃないんだろうなっていう気はしますよね。何、何がいいんですかね。大きさも、ね、大きさが違うのはやっぱり一番一番いいのか。一番いい。で、えっと、僕はもう、あの、その、一万円札が聖徳太子だった頃に、 500円札よりも大きいお札を自分の財布に入れたことがなかったので小学生だったのでよく知らないんですけれどもあのその頃のお札って幅が違ったらしいんですね幅っていうのはそのたかっ横こう何てうんですか横長にバーンって置いた時の高さですよね。<ー>えー幅が違ったらしいんですだから結構分かりやすかったらしいんですけれども。 その、福沢諭吉になった時に、えっと、その縦の長さは同じになって、横の幅が5ミリ違うだけになって、それですごい分かりづらいっていうふうに、まあ言われてたのは記憶してますね、うん。昔はプリペイドカードで切り書きっていうんですかはい。<の>あ、はい。えっと、電車に、交通機関のやつだったらなんかこの、この形でこの位置とか、はいはい、ショッピングだったらこの形でこの位置とかってなんかありましたよね、はい。はい、ありましたね。 お札で切り欠きは無理か。切り欠きはやっぱり、あの、やると多分、えー、っと、紙幣の強度が弱くなっちゃうんだろうと思いますね,うすね、うん。形はもう、中根さん、1万円札しか持たへんかったらいいんですよ。かっこいいで、なに、釣りはいらないって言うんですかいつも。いいね。えー、もしくは逆に1000円札しか持たなかったら。あでもそういう使い方をする人はいますね、世の中ね。そうですよね。うん、なんか全て1000円札で。 うん、まあなんかね、札束持ってる感じでいいですけどね。かっこいいな。<それ> <laughs> すっごいかさりそうですけど、ね。<laughs> マネークリップとか使わなきゃいけなくなっちゃうよね、多分ね。<あ>財布じゃなくて。財布じゃなくて。<laughs> でも全部1000円札で,円で。そうそうそう。50万円くらいとか。マネークリップ<い>マネークリップで1000円札ちょっとかっこ悪いでしょ、やっぱりそれは。<松> <laughs> 一番ちょっとド,ドルにしてて。ドルに後ろでこう。見てくれよ、ちょっと。 そうですね。いや、でも。まだ余計分からなくなるんですよ。<laughs> 今、どの撮影を,を持ってるかとかが <laughs>。お客さんこれ全員じゃないとか言ってね。<laughs> あの、シャンプー、シャンプーのギザギザって結構有名じゃないですか有名。有名じゃないか,わかない、まあ。シャンプーのボトルで、リンスと,と、区別がつくように。っていうコンディションのあの、はい。うん、なんかそういうこう、日常あるあるとかないですかなんか。 うーん、ですかね。あ、なんかあの、缶でお酒かお酒じゃないかっていうのがプルトップにある。の横ね。うん、横のところに書いてあるすあ。展示が書いてあるもの最近増えてきましたね。だから、お酒って書いてあるアルコール飲料が増えてきたのと、あと、最近気づいたんですけど、あの、食用油は大体最近油って書いてありますね。負担の上とかにね、展示でえ。何と区別するためさあ。 でもなんか似たような形状のものがあるんじゃないですか瓶で。例えば、わかんないけど。まあ台所で使うお酢とか、醤油とか、まあ、うんうん、ですかね。そうですね。油って書いてあるやつ多いですよ、最近。えー、あとはでも、引火する危険性があるから、火の近くに置かないようにとか。そういうことあるか。もしれないですねまあ、展示の伝え方もそうですけど、ね、あの、なんで、さっきのシャンプーじゃないです。形状で。 何か幸せたりっていうのも分かり一番そっちの方が分かりやすすいですよねシャンプーの場合はあれは本当にもともとは多分視覚障害者のっていうことだと思うんですけれどもあの実際には多分あれあの,あのギザギザの存在を知ってる人だったら活用してる人は視覚障害者じゃなくてもいるんじゃないかなと思います多分そうだと思います僕いつもちゃんと触ってあこっちだって言って使ってますっていうか職業柄そういうギザギザがついてるやつしか僕買わないですね ーリ<ー>日本製だと多分大体ついてんじゃん。ついてます、最近は、ねうん。なるほど。そういう形状。そういうのは、あれですよね。えっと、辻さんのメルマガのところにあった、ユーザビリティじゃなくって、ユニバーサルデザイン。そうです。<laughs> ユニバーサルデザイン。 の話とかになりますよね。まあ、そうですね。シャンプーは本当に。まあ、あのユニバーサルデザインの話として本当によく出てくる例ですよね。あの、もうどう確か障害者向けなんだろうけれども、あのかなり広いユーザー層に便利だっていう意味で、まあ、ユニバーサルデザインとの考え方に当てはまる優等生的な例だと思いますね。あと、リモコンとかも55とか。 あ,あ、そうですね。かあの、あのー、電源とかが付いてますよね。最近、りそうですね。リモコンは5と電源と、あと、ボリュームの上か、なんか、なんか、決まったのについてるケースが増えてきたのと、あ,ね、あとまあ、最近日本で売られてるキーボードは、パソコン用のキーボードとか、ほとんどテンキーの5とえっ、ー、と F と J にちゃんと付いてますよね、点がね。はい ですね、あとはあの昔から電話と計算機も5のやついてますね多分90年ぐらいからなんかほとんどそういうふうになってそれ前は結構ないやつもあったんですけどね<ー>で今例えば僕の、えー、と自宅にまだもう,もう使ってないですけどまだある PC98 の,の古いデスクトップ機のキーボード捨てられずに取ってあるっていうね二十、えー、年21年前に買ったやつかな 92年に買ったやつですけれどもこれなんかはキーボードは F と J のところついてないんですよ。でちょっと若干くぼみが深いくらいであの湾曲がなので即座には分からなくて結局キーボードカバーで点がついてるやつを買ってきて使ってましたねずっと。<ー>ではえ前回もちらっとお伝えをしましたけれど 急に行きましたね、今 <laughs>。<laughs> いいよ <laughs>。ちょっとなんか話を締める風の何かを。あ、<言>締める風の何か。お金は大事だよ。どっかの支援みたいですね <laughs>。<laughs> <laughs> まあ、あの、まあ、あれですね、こういうその生活の中の、えー、ユニバーサルデザインとかアクセシビリティとか、そういう話題ももうちょっと取り上げていければいいなと思っています。 はい。はい。では、えー、続きまして、前回の、ポッドキャストでも、チラッと告知をいたしましたが、来たる5月15日に、うんうん、アクセルの主催のイベント、うん、アクセルミートアップ001<お>というのを、えー、開催するよということで、改めて告知を お私がかししこまりまり、はい、えー、5月15日水曜日時間は19時から、はいえー、場所がコワーキングスペース茅場町小江戸,小江戸で、えー、19時から21時まで受付会社は6時半からですが、うん、アクセル初めてのイベント主催のイベントを開催しますと。 といいうことででまままだまだ参加申し込み受付中でございます当日は僕が「意外と当たり前なアクセシビリティ」というタイトルで「まあ、アクセシビリティとはなんじゃらほい」というお話をさせていただいてで2つ目のセッションでは中根さんがスクリーンリーダーをはじめとして支援技術の紹介これ多分実際に中根さんがスクリーンリーダーを使う。 まあ知る人ぞ知るあの驚愕のスピードでコンピュータを操る中居さんの姿を目の当たりにできるとでえと申し込みフォームにえー何か質問があれば何でも書いてくださいとえあるんですがいだいた質問時間の許す限りお答えしようと思ってますがある方は20個か30個か書いてませんがやたら大量の質問書いてくれた方もいらっしゃいますいらっしゃいます 時間のある限りはい、お答えしていきますので、はい、興味のある方、えー、申し込みいただくときはぜひともご質問も添えて、えー、申し込んでいただけると、えー、嬉しいなと思いますですね。特に質問っていうのはこれ聞いたら恥ずかしいかもって思うようなことの方がいいかもしれないですねこそ聞いたですね今さら聞けないようなことを、うん、はい まあ、あの前回もちょっと言いましたしあの案内の方にも書いてあるんですけど基本的に、えー、っとアクセスピリティってよく聞くけど何なのさっていうようなよくわかんないからあの聞くのも恥ずかしいっていうようなふうに思ってるような人に来ていただきたいと思ってるそういうイベントですのであの自分が知らないことは他の人も知らないに違いないと思って聞いていただけるといいんじゃないかなと思いますね。ね新人研修にもってこい そうですね。ねそうですね。本当にあの、特にスクリーンリーダー、あの、存在は知ってるけど、聞いたことがない人とか、あと、そもそも障害者ってコンピューターなんて使わないだろうって思ってる人とか、まあ、これを聞いてる人にはいないと思いますけど、あんまり。まあ、周りでそういうふうに言ってる人たちがいたら、ぜひ、ちょっと宣伝しておいていただけるといいかなと思いますね。これ知ってると知らないと、多分、同じ何かデザインするにしても、コーディングするにしても、多分変わってくると思うんですよね。イメージできるかどうかっていうのはね、はい、やっぱりありますからね。 あとは、クライアントさんにどう説明をするかっていうのも、説得力が増しますよね。うんうん、はい。ということで、お待ちしております。お待ちしてます。5月15日は、そうだ、会え町へ、ガオ行こうイェーイじゃあ、本日のポッドキャストは以上です。はい、どうもありがとうございました。またねまたねはい、さよならー、なな、いば、じゅ お金大このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは feed feedback.axel.netfeedback.axel.net ですなお頂い,いたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回